アブドゥーラ・イブラヒムは南アフリカ人のピアニスト、作曲家である。以前はダラーブランドという名で知られていた。イブラヒムは幼少時代をケープタウンの港湾地域で過ごし、伝統的なアフリカの歌やゴスペル、ラーガからモダンジャズやその他の西洋音楽に至るまで多様な音楽の影響を受けた。彼の音楽はこの幼少時代の影響の多くを反映している。 ジャズの範囲では特にセロニアスモンクとデューク・エリントンの影響が強く見られる。イブラヒムは南アフリカのジャズであるケープジャズの重鎮との評価を受けている。妻はジャズシンガーのサティマ・ビー・ベンジャミンで、息子はニューヨークのアンダーグラウンドシーンで活躍するジーン・グレーである。1959年から1960年に彼はソフィアタウンで ヒッピー・ムケッツとヒュー・マセケラと共にジャズ・エピッスルズを結成して演奏した。ジャズ・エピッスルズは1960年に南アフリカの黒人ミュージシャンによる初めてのジャズの LP レコードを録音した。その後イブラヒムはミュージカル・キング・コングのヨーロッパツアーに参加した。1962年にイブラヒムはヨーロッパへ移り住む。1963年2月。 イブラヒムと結婚前のサティマ・ビー・ベンジャミンがチューリッヒにいたデューク・エディントンに当時ダラーブランドトリオとしてチューリッヒのアフリカーナクラブで演奏していたイブラヒムの演奏を聞きに来ないかと説得した。ショーが終わった後、エディントンがリプリーズレコードとのレコーディングセッションを取り計らい、イブラヒムはアルバムデューク・エディントン・プレゼンツダラーブランドトリオを録音するに至った。 第2弾の録音には、デューク・エディントンとビリー・ストレイ・ホーンがピアノで参加し、妻のベンジャミンがボーカリストとして参加したが、1996年まで公開されずにいた。この作品は現在、A モーニング・イン・パリとして、サティマ・ビー・ベンジャミン名義で発表されている。その後、ダラー・ブランド・トリオは、多くのヨーロッパのフェスティバルで演奏し、ラジオやテレビでも演奏している。 彼はイスラム教に改修した後、1970年代中盤に南アフリカに少しの間戻る。イスラム教への改修をきっかけにダラーブランドからアブドゥー・ライブラヒムへと名前を変えた。不安定な政治情勢を見た。彼は1976年にはすぐにニューヨークへと戻ったのだが、しかしその間に著名なケープタウンのミュージシャンといくつかの優れた録音を残した。 これらの独創的な録音は、ケープジャズという新しいサウンドの大きな力となった。マニンバーグや、南アフリカで有名な作曲である、ブラックライトニング、アフリカンハーブス、ソウェトイズ・ウェアイトイズ・エーティーは、この時期の曲である。これらは、ストリートや黒人地区のサウンドを反映した曲で、マニンバーグは、非公式の南アフリカの国家、 反アパルトヘイト運動の旋律と考えられるようにまでなった。サクソフォーン奏者でフルート奏者のカルロスワードは1980年代、初頭にサイドマンとしてイブラヒムとデュエットで演奏している。イブラヒムはショコラ、ノーフィアーノーダイなどの多数の映画で音楽を担当している。アパルトヘイトが終演するとともにケープタウンに戻り、今では 世界各国でのコンサートとニューヨーク、南アフリカで活動している。また、2002年のドキュメンタリー映画、アマンドラ、エーレボリューションインフォー、パートハーモニーにも参加し、アパルトヘイトの時代を思い起こしている。イブラヒムはソロピアニストとして曲間の休止を含まないで連続して演奏する、スタイルの魅惑的なコンサートを行ってきた。そこには古い、 マラビの演奏者のパワーやクラシックの印象派の作曲家たち、彼のヒーローであったデューク・エリントンやファッツ・ウォーラーからの影響を見ることができる。また、トリオやカルテット、大勢のジャズオーケストラでの演奏もよくしている。1990年代に南アフリカへ戻ってからは、オーケストラとの共演も多く、ネルソン・マンデラ大統領の就任時にも演奏している。 また音楽教育にも力を入れており、ケープタウンのミュージシャンのために M7 音楽学校を創設し、2006年9月には18人編成のビッグバンドであるケープタウンジャズオーケストラを創設している。イブラヒムの曲、アフリカンマーケットプレイスは広範な人気を獲得しており、スウェーデン共産党が演説や会議の度に曲をかけているほどである。イブラヒムは、 ヨーロッパを中心に国際的に活動を続けている。2010年6月26日に放送された NHKBS のドキュメンタリー番組に出演している。番組内では南アフリカの7カ所の美しいスポットで自身の曲を演奏している。ピアノは地面に直接置かれており壮大な自然環境と音楽を共鳴させている。2020年に 朝日総交賞を受賞した、ありがとうございます。